はいどうも皆さんこんにちは、カッタです。今日はプロスピコロシアムの告知が来たということで、プロスピコロシアムの攻略法について解説していきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずイベント攻略に入る前に軽く更新情報を見ていきましょう。まず一つ目がマンスリー監視祭の告知。1月17日から毎日 S ランキー役所の補助券が配られます。合計8枚もらえますのでありがたく受け取りましょう。また終了時間から25日のメンテナンスが確定しています。続いて2つ目が新年運試しプレゼント。 S ランク 30% 契約書が3枚配布されました。こちらの方はまだ自分も引いていないので動画後半で引いていきます。更新情報は以上となります。続いては本題のプロスピコロシアムの攻略の方に入っていきます。まずこのイベントがどんなイベントかというと、各ランク帯ごとに10人で1つのグループが振り分けられ、振り分けられたグループ内で記録を競うイベントです。スタメンの選手9人を試合ごとに操作し、1日6試合合計36試合を行います。今回はアンダー王ということで、単打、二塁打、三塁打、本塁打全てのスコアがプラス1となっています。ということでポイント解説の方に入ります。ポイント1つ目、基本はトップランクにエントリーしましょう。ランクによってランキング報酬に大幅な差があり、トップランクの4位が40エナジー7000スピメダル2万コイン、ミドルランクの1位が50エナジー3000スピメダル1万コインとなっています。トップランクの4位とミドルランク1位の報酬がちょうど同じくらいの価値があり、ミドルランクに落としても1位になれる保証はないので、基本はトップランクにエントリーでいいと思います。アイコン狙いの方、自走車がかなり苦手な方はランクを落とすのもありでしょう。続いてポイント2つ目、オーダーはスピリッツコンボが高くなるガチオーダーで組みましょう。グループの10人の振り分けとしては、同じランク帯のスピリッツ上位 10% の中から1人、11から 20% の中から1人、その後も同じような流れでグループが作成されます。自分が上の方のスピリッツ帯に入れれば、チームスピリッツが高いライバルチームが減りますので、なるべく高いスピリッツで組みましょう。ただ能力が低い選手がスタメンにいる場合、打ちやすい選手に入れ替えるのはありだと思います。自走車で結果を残せる選手の中でスピリッツを優先していきましょう。またグループの振り分けにコンボは関わってきませんが、プロスピ交流戦とは違い、数値が無効化されていないため、コンボの数値は試合展開に大きく影響します。コンボの値が高いほど有利な試合展開が増え、打席数が増えますので、意識の方をしていきましょう。結論だけ言うと、スピリッツコンボを高くしつつ、スタメンに打てる選手を並べてもらえれば大丈夫です。続いてポイント3つ目、自分の打ちやすい順に打順を組みましょう。打順が上の方が打席数が多くなりやすいので、打ちやすい選手を上位に持ってきた方がお得となります。また固め打ちを持っている選手はなるべく上位打線、チャンス持ちの選手はクリーンナップにするなど、特殊能力を見て工夫するのも大事でしょう。基本は打ちやすい順で大丈夫ですが、悩んだ場合に特殊能力も意識するといいと思います。続いてポイント4つ目、投手はできる範囲で打ちづらい投手を入れましょう。同じグループの方の対戦相手の一部は自分のオーダーになってくるので、相手にヒットを打たせない構成も大事になります。ただスピリッツまで下げてしまうと、試合展開で押されて相手の打席数が増える逆効果となってしまいます。あくまで一番大事なのは打席数なので、スピリッツを下げるくらいなら入れ替えはやめましょう。同じスピリッツの入れ替えなら打ちづらい投手を入れてもいいと思います。続いてポイント5つ目、チーム方針を消極的にしましょう。盗塁、エンドラン、送りバント、スクイズの4つは打席数が減る可能性のある作戦ですので、全て消極的にしておくのがいいと思います。また系統の部分に関しては、打ちづらい投手が先発に多めにいるなら消極的、中継ぎ抑えに多めにいるなら積極的にしておきましょう。続いてポイント6つ目、累計報酬に関してです。主な報酬をまとめると、 S ランク契約書25エナジー、 A ランク契約書、 S ランク特訓コーチ、 A ランク特訓コーチとなっています。累計報酬に関しては、試合をリタイアしてしまうと加算はされませんので注意してください。このイベントの旨味はランキング報酬ですので、自走車の方に力を入れていきましょう。続いてポイント7つ目、練習試合で目を鳴らしましょう。リアルスピードをプレイする前は球速レベルをリアルスピード、リアル軌道をプレイする前は投球軌道をリアルにするのがいいと思います。ちなみに特別ルールの変化としては、説明に記載されている通りです。しっかりと対策をしておきましょう。続いてコロシアムの注意点に関してです。プロスピコロシアムのエントリー期間は1月4日の12時59分までとなっており、3時までではないので注意してください。エントリーに関しては何回でもやり直せますので、今のうちにエントリーだけは済ませておくことを推奨します。
プロスピコロシアムの攻略法に関しては以上となります。重要なポイントは把握できたでしょうか？平常心でプレイできるメンタルが重要なイベントでもありますので、気分がいい時、乗っている時にプレイすることを心がけましょう。この情報が良かった方、コロシアムで1位を取りたい方はぜひ高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてイベント期間中は V ロードと試練のどちらを回るべきかに関してです。今現在シナリオプレイの得点で経験値 1.5 倍が選べるため、経験値を選択し V ロードを回るのがいいと思います。ただ自分の場合は試練アイテムが不足気味のため、スタミナ回復で試練を回る日も作る予定です。各自のチーム状況に合わせて判断してください。続いては新年運試しプレゼントで S ランク 30% 契約書が3枚配られたということで、まあゴールド契約書とかと一緒に運試しの方をしていきたいと思います。まあここでね、 S ランクが出ればまあ今年はいい年になりそうです。まあ合計ね 10% とゴールド契約書交えて合計6連引いていきます。お願いします。さあ最初に出る3枚が S ランク 30% 契約書なので、まあ最初の3枚が期待値高めです。さあ演出 S ランク確定の演出来てください。おー、 S ランク確定ということでね、もうこの時点でね、結構いい年になりそうですが、まあ欲を言えば使える選手来てほしい。一人目、おー、牧原選手。まあ今の時期ね、結構オーダー入る選手は本当に限られてくるので、まあ、S 出ただけかなりいい方でしょう。栗林選手で、S2 人は出ないが、清水選手ね、ちょっと限界突破4回の状態だったんで、これかなり助かりますね。限界突破コーチ使う予定だった選手で A ランク来てくれました。さあということで、まあ、契約書開封の結果こんな感じになりました。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。撮影している2日4時現在、今のところ自然回復で進め、経験値 1.2 倍の間はスタミナ回復、 1.5 倍からは経験値を選択している。自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。累計回収後のスタミナはヒーローズに使い、 V ロードよりも優先します。チャレンジカップはコロシアムの開催中にやる予定です。進み立ち回りを真似したい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日明後日は動画のお休みをいただき、次の動画は木曜日になる予定です。 OB 第4弾についてのまとめ、ダルビッシュセレクションの累計開封を行う予定なので、よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。